この度ですね、動画編集とか生成 AI の、まあ、スクールを開講するということで、毎日作業をしていくのをちょっと記録していこうと思います。どんな感じで講座が出来上がるのか、どれぐらいの期間がかかるのかっていうことを備忘録として記録していきます。今やったことなんですが、まずこちらミックスホストというサーバーなんですが、こちらにドメインを取得しました。何のドメインかというと、会員サイトを作るためのスクール用のサイトのドメインです。今回の講座、会員向けに作ろうと思います。まあ、販売形態とか、どのようにマーケティングするかっていうのはひとまず置いといて、ワードプレスでサイトを作って、そこに固定ページの方で講座を並べてですね、パスワードかけて会員登録した人だけ見れるようにしようと考えてます。で、今ドメイン取得してサーバーにインストールするのにちょっと時間がかかってるので、その間にですね、このように講座の、まあ、リストを作りました。0、講座の進め方。1、準備。2、プレミアプロ導入。3、環境設定、キーボードショートカット。4、カット。5、テロップ。6、画像配置。7、エフェクト。8、効果音、BGM。9、最終チェック、書き出し。ひとまずこのような感じでリストを作りました。で、講座の作成手順なんですが、ワードプレスの方で固定ページで文章ベースでまず書いて、その後に動画に起こそうかなと思ってます。実際にソフトを使いながら細かく説明をしていくと。おそらくカットだけでも、まあ、10分から15分ぐらいの、まあ、講義が1個あったとして、何個か作らないとコツを伝授できないと思っていますので、まあ、テロップとかもそうですね。そして今回の講座ではですね、主にビジネス系の YouTube の編集に使える最短最速で仕事を取れる編集技術が覚えられる講座という立ち位置で考えてます。なので必要最低限の情報ということにもなりますし、そこの技術にたどり着くまでの近道を案内するといった感じでしょうか。まあ、例えば、環境設定、キーボードショートカット、カット一つを取ってもですね、やはり少し習ったぐらいの人だと、めちゃくちゃ下手だったりとか、何を基準にカットしていけばいいのかがわからなかったりとか、テロップでもボンミスが多かったり、誤字脱字が多いのはなぜかとか、まあ、いろいろですね、細かい部分、仕事を取れる、そして、クライアントと対等に話せるぐらいの、まあ、技術を伝授したいなっていうことで、このスクールを作ろうと思います。とりあえず今日は1番準備、2番プレミアプロ導入ぐらいまでは作れたらいいかなと。なのでそんなに時間かかんないんですよね。まあただ僕も他の仕事があるので全てこれにかけれるわけじゃないんですが、今月半ば、せめて今月いっぱいには終わらせたいですね。で、このようにリスト出しました。で、作っていくと、あ、ここも入れなきゃ、ここも入れなきゃということで、最低限入れるべき点が見えてくるんですね。なので、まずひとまずリストを一回ポンって出して、進めていく。1から順に、バーって進めていったら、あ、3と2の間にもう一個いるやんとか、っていうのが見えてくるんで。まあ、そのような感じでやっていこうと思います。こちらですね、本格導入する前に、例えば一項目ごとにですね、添削資料とかもちょっと欲しいなって思ってて、誰かにテストでやってもらったりとかいうこともあるかもしれません。とりあえず進めていきます。ということで、ちょっとやっぱり寝てしまいましたね。昼頃に寝て、9時前に起きてですね、今動画を1本作成しました。で、もう1本動画を作って、その後に講座の作成に入っていきたいと思います。あとは生成 AI の方も作品を出していかなければですね、いけないので、そちらも頑張ります。生成 AI はですね、ほっといても多分月3万ぐらいはいくんじゃないかなと思います。今、24本作品出しました。月にまあ2、3本ペースで配信されていってるっていう感じなんですが、何もしなくても多分3万ぐらいはいくんじゃないかなっていうのを最近は感じてます。12月は6万円ぐらいでした。本当はもうちょっと欲しいんですけどね、ここでも。20万、30万、いや、50万、100万とか欲しいんですよね。この生成 AI に関しても、今後講座を1個作りたいと思います。AI に関しては、もう進化のスピードが速いので、まあ、簡易版としてまず出して、そこから、まあ、アップグレードしていく形になるかな、とは思ってます。今ですね、動画編集のスクール作ろうと思っていろいろ、まあ日中も考えてたんですよ。こちらが動画編集のスクール用のフォルダ。まず、生成 AI の方を先に作ろうかと思いました。動画編集の方が時間がかかるっていうのと、生成
AI はですね、稼ぐ時間がめちゃくちゃ早く稼げるんですよ。だからこれを先にちょっとお伝えしたいなということで、こちらを優先します。講座の進め方、パソコンの選び方、ステーブルディフュージョン導入、モデル導入、プロンプト入力、書き出し、画像補正、パッケージ化、アップロード、対応。最短パソコンがあれば1日でできる内容をここに詰め込みます。もうね、いろいろあれこれ研究してどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていう形でアップロードまでに時間がかかってしまっては微妙なので、まず稼ぐということを主軸に置いてですね、一旦やってみようと思います。こちらはかなり価値のある情報なので有料販売していきます。マーケティングに関してもね、こちらも手探りなんで、ちょっと今からガンガンやっていこうかなというところで、あと動画編集に関しては、こちらも方向性が決まりました。動画編集のスクールですね。こちらはですね、ただ編集ができる編集者を育てるというものではなくですね、各プラットフォームに精通した動画編集者っていうのを作ることを目指します。どういうことかというと、YouTube に詳しい編集者っていうのはですね、結構貴重なんですね。YouTube の中のことがわかる人。これができるだけで、例えば外注受けた時にアップロードまでお願いしますって言って権利をもらって請け負うっていう仕事もできるんですよ。企業さんとか、まあ、個人事業主でもいいと思うんですが、 YouTube をやる人ってまあ結構お金を持ってる人が多くて、余裕がないと YouTube なんかできませんからね、外注して。なのでまあそうやって全部外注して任されてもらってで、そして信用をつけてですね、もう常に仕事を振ってもらうとか、あとはだからそうやって任された以上、そこでの対応とかコミュニケーションの取り方などなどですね、ちょっとそのあたりを強化しようかなと。まあ、編集に関してはもうサクッと学んでいただいて、YouTube に関するアナリティクスだったり、まあ、YouTube キーワード選定とかリサーチの仕方とかサムネイルの作り方、SEO 対策などなどですね、そのあたりも教え込んだらですね、いい編集者ができると思うんですよ。なかなかいませんからね、編集もできてリサーチもできてマーケティングのお手伝いができる編集者っていうのは貴重だと思うんで、そういうところで価値をつけていこうかなと思ってます。まあ、そんな感じですね。今日は今からだから生成 AI の方をまずこちらをざーっと記事書いて頑張っていきます。というわけでどうやって作っていくか。僕がですね、今ちょっと新しいサイトの URL 取得したんですけど、サーバーの都合上ですね、まだドメインがサーバーの方に送られていないので、こちらの前作った生成 AI 用のホームページにしようかなとか思ったサイトで記事だけ書いていきます。まあ、これがワードプレスの管理画面ですね。ワードプレス導入とかもね、今後副業のオプションとかでやりたいですよね。めちゃくちゃ簡単というか、覚えれば誰でもできるもんなん で今回はまあどっちでもいいですよね。投稿でも固定ページでも、このページは仮のページなんで、まあ、ひとまず投稿で作っていきましょうと。まず最初ソフトの導入ですよね。ステーブルディフュージョンの導入と。作るときはまあ人の情報っていうのを自分の言葉に書き換えて作っちゃえばいいわけなんで、検索ですね。自分もお世話になったステーブルディフュージョンインストールってすると、まあこのようにいろいろバーって出てくるんで、まあ見やすいやつを参考にしながら、画像は自分の実際のソフトキャプチャー撮ってここに貼っていくと。でさらにそれができたら動画も作成して、こちらの方に動画も埋め込むという形ですね。まあ、ひとまずここを完成させていきましょう。まず1番。もう簡単にバーってやっていけば、今週中、12日までにはリリースできるでしょう。やっていきます。で、今ですね、記事を検索してリライトかけていく手前なんですけど、有料商材のいいところっていうのはですね、無駄なものが少ないっていうことなんですね。今気づきましたというか、改めてわかりました。どういうことかというと、ブログ記事、っていうのはですね、SEO 対策を考えられて作られています。なのでですね、例えば導入文があって、目次があって、で説明があって、いよいよその下に手順とかっていう形が多いんですよね。それってユーザビリティ的にはすぐに知りたい情報を得たいのに、なんかダラダラ説明最初に書いてあるなみたいな。あれはキーワードとか意識して SEO の関係上そう作らざるを得ないっていうのがあるんですけど、有料の場合ですね、いきなりもう手順から入れるんですよね。SEO 関係ないからっていうことで、ユーザビリティも向上するし、有料で買ったからにはその情報にすぐにたどり着けるっていうメリットがあるんだなと思いました。そういうところも理解しながらというか、勉強しながらやっていくことによって、まあ、それが役に立つ時が必ず来ますね。これはね、
それで今僕はワードプレス使ってますが、無料ブログでもやれないことはないんじゃないでしょうか。なので、まあ僕が商材作るにあたっていろいろ説明していく中で、見てくださった方はですね、自分でもいろいろトライしてみるといいかもしれませんね。商材を試しに作ってみる。自分の持ってる情報で作ってみる。そこに、例えば、いやーこんな情報では売れないだろうとかじゃなくて、まず作ってみて、保管していったりとか、そもそも売れる情報じゃないとダメだと思うんですけどね。旬な情報、トレンドな情報、付加価値が強いとか需要があるものじゃないとダメだってことですよね。だから生成 AI でもいいと思うんですよ。ということで進めていきます。今こんな感じで導入手順について書いていってます。ちょっともう詰め詰めで今書いてるんですけど、ここにまあスペーサーでスペース開けて見やすくしてみたいな感じですね。でやることだけを情報を入れていく、余計なものは入れないということで、これを今日中に完成させたいですね。ということで、記事の作成、今日の分は終わりました。ステーブルディフュージョンの導入。こちらは、まあ比較的手順としても簡単ですし、記事内容としてもすごく簡単なものですね。体裁とかはまあ整えるのに少し時間がかかりましたが、完成です。こちらは別に無料で記事公開しといてもいいかなって感じですけどね。Python っていうプログラミング言語のツールを使って Git をインストール、Stable Diffusion の本体をインストールと。その手順について画像を入れて説明してあります。これが表示されるページですね。こんな感じで目次もあって、このようにスペースを空けることで少し見やすくしてます。ということで、今日はこれについては動画撮らずに、ここで今回の仕事は終わります。次は明日ですね。